これは食ったことがない。というか、台北じゃ見たこともない。嗨，你好，我是超级爷爷 Super G。我上次去台南的时候，吃一个很好吃的东西，从来没有吃过，没有看过，没有听过。对我来说，台南这样的东西很多，为什么？而且这些东西大部分都好吃。对，话要回来，我上次吃了一个很好吃的东西，那就是虾仁饭。大家有听过吗？虾仁饭真的很好吃。这个虾仁饭也是朋友介绍给我的，他说好吃，你一定要去吃。没错，真的好吃，所以等一下介绍给大家。那么今天除了虾仁饭以外，还有走路遇到的布丁，府城80年的老店还有果汁，这三样东西一口气跟大家分享。今天的影片是台湾美食系的第17集，到台南去吃虾仁饭。エビ飯を食べに台南へです。ここどこかわかるかな。台南海岸路。この近くにうまいものがあると聞いてきた。ここだ。店内飲食は隣だって。メニューは至ってシンプル。メインの料理はエビ飯と肉飯。で、ここの看板料理といえばエビ飯。でもエビ飯ってちょっとどんなのか想像つかないな。いいや、エビ飯。あとはハマグリスープと台湾風の腸詰め、これで完璧。これはエビで、これはなんだ、おじやみたいなのか。かき混ぜるの楽しそう。俺もやってみたいよ。こっちは茶碗。おお、なるほど。分量調整結構多い。単純だけどうまそう。これは食ったことがない。というか台北じゃ見たこともない。来た、エビ飯。どんな味なのか想像がつかない。これはなんだ。ああ、たくあん。せっかくだから少しもらいましょう。腸詰めとハマグリスープも到着。それから飲み物。これスプライト。この瓶かわいい。初めて見た、こんなスプライト。これ先に行きましょう。いやー、喉乾いてた。それじゃあお待たせ、今日のメインのエビ飯行きます。なんじゃこれ、生きててよかったというレベル、感動級のうまさ。ご飯の中からかすかに漂う独特な風味。これエビだしかな。とにかくこんなのは食ったことない。しかもまだエビは食べてない。じゃあエビいきます。小ぶりだけど見るからにプチプチ感が伝わってくる。エビ、エビ、エビだ。最強のご飯と最強のエビ。
あのご飯の後でこのエビ食ったらもう止まらない。俺の食欲、ブレーキの壊れたダンプカー爆走中。今度は腸詰め行ってみよう。ねっとり濃厚な味わい、薄味のエビ飯をしっかり引き立てて。そうだ、いいことを教えてやろう。腸詰めで一番おいしいのはここ、端っこのところ。なんといっても2個しかないんだから。この食感やっぱり最高。最後はハマグリスープ。もうこれは飲まなくても分かってる。まずくなりようがない。腸詰めで濃いめの味に慣れた口の中をもう一度クリアにしてくれる計算機の AC オールクリアの役割。ハマグリをペロリ。さて、口の中が元に戻ったらラストスパートだ。エビ飯ご飯もエビもひたすらかき込む。エビ飯完食。これ台南の隠れた至宝。うますぎでため息も出ない。今日もまた至福のひととき。クォホアチエに沿って歩く。もう少しで日が暮れる頃、前方のネオンがチカチカ。おお、またあった。これ台南どうしてこんなに多い。これうまそうな感じがする。日本風のプリンってのはわかるけど、それよりこの看板だ。台南府城80年老店。それに創業1939年。古早味、手工。これだけ並べるのはもう反則のレベル。見ないで通り過ぎるわけにはいかない。いろいろ種類はあるみたいだけど、とりあえずは一番普通の1個40元のカラメルプリン。甘すぎず、卵感はしっかり感じる。お、下の方からカラメルソース。これは懐かしい味。子供の頃に食べた手作りプリンの味。台南の夕方、一人野外テラスに座って食べるカラメルプリン。風が気持ちいい。これもしかしてなんとなく幸せな気分。そう言いながらもカラメルプリン完食。あった。ジューススタンド。南部に来たら一度は飲みたい。いろいろあるな。どれにするか。
やっぱりパイナップルだパイナップルティーこれしかない。凤梨本身有一点甜，对，它用新鲜凤梨下去蜜成凤梨酱了。哦，这个是真正的凤梨做的。对，真正的凤梨做的，凤梨再加糖下去煮，煮成凤梨酱。哦，这样子是哦。これは期待できそうだ。走累的一直走一直走一直走还有休息一下，有椅子可以坐，你休息一下。大哥乌龙吗？乌龙。呜呜呜，これ最高。パイナップルなんだけど紅茶でも組み合わせられるものは何でも組み合わせる。フルーツはもちろん、ヤクルトも豆乳も、まあ何でもあり。さて、飲み終わったし、ホテルまでどうやって帰るんだろう。地図はあるけどもうボロボロ。それ考えただけでも結構きつい。ジューススタンドに一人、疲れ切った俺。台南の夜。我回来了，虾仁饭很满意。为什么台北没有这个东西？我在台北没有看过。其实那个很单纯，非常单纯，有点像粥，里面什么都没有，上面有放虾仁，十个有吗？那个虾仁是用炸的吗？不知道，反正这个饭的味道很好吃。我在台湾快40年没有吃过。我喜欢日本的 tamago kake gohan， 就是生鸡蛋饭。生鸡蛋倒在白饭上面，淋上酱油吃。这个也很单纯，可是很好吃。不骗你，如果在超市买到生产一个星期内的新鲜鸡蛋，我们家一定吃这个。台南的虾仁饭虽然味道不一样，可是它的口感与这个生鸡蛋饭很像，很接近。然后上面的虾仁搭配的很好，真正的人间美味。没有吃过的朋友到台南去的话，吃看看，推荐。好，那么今天的超级也是 Fergie 到此就结束了，下次还有机会到后面继续聊聊吧。拜拜。